いな。今日は私のライブに来てくれてありがとう。今日は楽しんでってね。ああ、うん？あれ？え？どこここ？え？え、キャタロどうしたの？どうしたのじゃないよ。今、せっかくお母さんのリハーサルに来てんだから盛り上げないと。アイちゃん、アイちゃん。お母さん？って待って、アイちゃんじゃん。あの有名アイドルの。キャタロどういうこと？お兄ちゃん、お母さんのことアイちゃんって呼んでたっけ？俺たちまさかアイちゃんの子供になってる？ねえ、何言ってんの？さっきから怖いって。どういうこと？ずっとそうだよ。生まれてから10年間ずっとアイちゃんの子供じゃん、俺たち。ねえ、マネージャーさん。マネージャーさん？そうだね。この人マネージャーさん？そうだよ。じゃあ、ごめん、ちょっと席外すから楽しんで。バイバイ。バイバイ。なんでケナトラそんな順応してんの？とにかく、ほら、お兄ちゃん、応援して、ライブ盛り上げないと。アイちゃん、どういうことこれ？アクア、見てる？アクア？お兄ちゃん、呼ばれてるよ。お兄ちゃん。俺？今の俺？俺、けなすいなんだけど、名前。消しゴム、見てる？イエーイ、消しゴムだぜー。ちょ、きなたろ、お前、名前消しゴムなの？そうだよ。ぐらいだからね、俺のことなんか、なんだっけ、けな太郎は、太郎っていうの。消しゴム？まあ、いいなら、いいけど。イエーイ、消しゴム！もう一回消しゴムって言って、アイちゃん消しゴムって言われた。本当にアイちゃんの子供？よし、リハーサル楽しむぞ。わー、元大統領です。今日のお母さんの演技も最高だったね。マジ尊い。いや、さすが愛ちゃんって感じだね、ほんと。てか、にしても気づいた、なんかその愛ちゃんの息子になってるんだけど。どういうこと？何言ってんの、さっきから。あー、疲れた。あ、今日のリハーサルも楽しかった。あ、お母さんおかえり。今日も最高だったよ、マジ尊かった、尊い。お母さんおかえりなさい。アクアにケナ太郎、リハーサル見に来てくれてありがとうね。おい、アイさん、アイさん、大変です、大変ですよ。マネージャーさん、どうしたんですか？あ、リハーサル中全然帰ってこなかったマネージャーさんだ。確かに、それはマネージャーさんどこ行ってたの？そんなことより、これ、これを見てくださいよ。これ、なんだこれ、よいしょ、手配書。なにこれ。ケナ太郎見て。マネージャー返して。ごめん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 ご今、この会場の表に警察が来てて、アイちゃんを今すぐ出せって言ってきてるんですよ。アイちゃん、なんかしたの？何もしてないよ。アイちゃんが変なことなんかするわけないだろ。でも、とにかく、はい、自分が話つけてきますから、ちょっと待っててください。あれ、開けれない？壊してた、マネージャーさん。力すごいね。元ボディビルダーって言ってたよ。そうなんだ。いや、でも待って、どうしよう、このままだとさ、警察がここに来ちゃうかもよ。今仕事順調なのに。ん？テレビがついた。何これ、ニュースだ。今日のお昼頃、ケナレン公園で殺人事件がありました。犯人は有名アイドルの星野愛と見られており、殺人容疑で100万円の指名手配がかけられています。さすがに愛ちゃんが殺人なんて。てか待って、その時間ってリハーサル中じゃん。そうだよ、今日の昼ってずっとね、リハーサルしてたじゃん。してたよね。そうだよね。
じゃあこの映像の人誰？これあれだ、ケンタロウ。誰かアイちゃんを落とし入れようとしている人がいるってことだよ。ん？どうした？二人とも、ここはこの探偵ケナタロウに任せなさい。うお、名探偵モード。名探偵モード。おお、どうも名探偵です。で、わかった。なんかこの事件にはね、真犯人がいる。じゃなくて、いやもうわかってるんだよ、わかってるんだよ。わかってるの？犯行時刻、アイちゃんリハーサルしてたじゃん。うん。だから真犯人いるでしょ。そっか。もう適当だな。参ったじゃねえよ。てか待って、その服どこから持ってきたの？あ、これなんか部屋にかけてあったから、なんか探偵っぽいなと思って来たんだよね。それマネージャーの服だよ、早く脱ぎな。バカバカケンアタロウ、お前勝手に使ったら怒られるぞ。やばい、ボディビルダーだからね、マネージャーさん。引きちぎられるぞ体。早く脱がないと。よいしょよいしょ。いや、あれ、ん、なんかポケットに、なんだこれ、ポケット日記が入ってた。日記？うん、なになに日記に。おー、そういうの勝手に読むなって人のだから。え、待って待って、なに？お兄ちゃん、これ読んで。これ何これ？マネージャーの日記。愛が来週大舞台にどうにかして止めたい、そう思ってしまうのはマネージャー失格だろうか、苦しい、悔しい。え、ってことはこれもしかしてこの殺人事件とマネージャー何か関係あるってこと？なんか悔しい、苦しいとか書いてあるけど。てかさ、てかさ、俺ひらめいたんだけどさ、うん、さっきのさ、愛ちゃんのリハーサル中にさ、うん、マネージャーさんどっか行ってたじゃん。確かに。え、まさか。だってマネージャー何年間も私と一緒に頑張ってきたから。とりあえずはさ、でも殺人現場に行ったりしたら何かわかるんじゃないかな。でも何のためにあのマネージャーが愛ちゃんのふりして殺人事件なんか起こすんだよ。確かに。まあでもどっちにしてもさ、まずはここから逃げ出さないと警察来ちゃうよ。確かにな。でも逃げ出すって言ったってさ、この会場ってもう警察来てるんでしょ。それは私に任せて。ほら、二人ともこれに着替えて。お、なに？おお、おお、おお、この変装ならすぐに気になったら。はい、なんだい？なにそのマスク。え、お兄ちゃん、ちょ、お兄ちゃんの顔、え、なに？おお、なにこの顔。うわー、さすがだね、アイちゃん。さすが演技アイドル。え、変でしょ？よし、でも、なるべくね、バレないと思うけど、こっそり、こっそりね、逃げ出そう。二人とも、ちゃんと、あの、バレないように声も変えるんだよ。大丈夫？お、わかった、わかった、いいよ。わかった、わかった。じゃ、ケンタロウ。いいね、その感じだよ。うん、目の前めっちゃ警察いるけど大丈夫？これバレないかな。バレないように自然に行くんだよ。自然に。ムキ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 。全然自然じゃないよ。大丈夫？大丈夫？ちょ、一旦作戦会議しようか。ちょっとちょっと一旦作戦会議しようか。何？何？おお、警察警察。もう走った方がいいよこれ。走ろ走ろ。ムキ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 。うるさいうるさい、静かに行こうよ。静かに行けないの、ちょっと。大丈夫かな。こっちのセリフだよ。こっち、ずれた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 。確か公園って言ったらこっちまっすぐ行って右側だったよね。結構力で打ってるんだね。やっぱマネージャーが怪しいと思うけどな。どうなんだろう。だって扉筋肉で壊すやつだよ。確かに怪しさマックスだ。あ、あれだあれだ、あそこが犯行現場か。さすがに警備が厳重だね。あそこまで厳重だとそもそも中に入れないかも。ケナ太郎、これちょっとあの警察の前で暴れてきてくれ。あ、オッケーオッケーオッケー。俺がね、あっこに行ってから、あの水色の妖怪だよーって、みんなをビビらせてからね。はい、行ってらっしゃい。おい、なんでやれなんでやれなんでやれなんで。おい、ちょい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 、俺のこと送り出しちゃう。ジョニー、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 待って待って、久しぶりに見た、ジョニーさん。お、おお、ケナソイくんに、消しゴムくんに、消しゴムくん。お、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 アイちゃんじゃないか。ジョニーさん、
アイちゃんのこと知ってんの？そりゃわかるさ。なんてったって情報屋のジョニーさんだからな。やっぱ溢れ出るオーラは隠せないね。困った困った。いや、ジョニーさん、お願いがあるんですけど、情報屋ならこの今回の事件について何か知ってるんじゃないですか？ああ、あの殺人事件のことだな。もちろん知ってるぞ、めちゃくちゃ。教えてよ、お願いお願いお願い。よし、それじゃあ交換条件だ。交換条件？その言いづらいんだけど、これアイちゃんの、ホワンね。ホワン？ホワンの、アイのホワンね、アイちゃんの。で、どうしたんですか？ここで踊ってもらいたいなって思って。ああ、なるほど。アイちゃん、どうですか？うん、もちろん。それで何かわかるなら、やります。おー、いいのか。よいしょ、こっちのなんか広いところで。またアイちゃんのダンス見れるんだ。頑張れ、頑張れ。おっと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 。踊るのはアイちゃんだけじゃないぞ。ケナソユ君にはアイちゃんサポートダンスを、サポートダンス。そしてケナ太郎には歌を歌ってもらう。歌を歌ってもらう。俺たちもやるの？俺たちできないよね、そんなこと。こいつめっちゃ歌う気満々だ。え、その準備はいい？うん、オッケーだよ。オッケー、踊れるかな。じゃあケナ太郎こまち。グループ名ケナタロコマチなんだ。はい、はい、よ、はい、せーの、ムーズキの笑顔でラスネギア知りたいその秘密ミゼリア抜けてるとき神ゾルエリアヤヤンネギリザッケミケミア天才的なアイドル様シャンシャンシャン。ヘイヘイヘイ、どうですか？ヘイヘイ、最高だ。最高だ。よかった。これで今回の事件について教えてくれるんですね。うん、いいだろう。今回の事件、重要になってくるのはたった一つだけ。犯人の変装が完璧すぎるということだ。そりゃそうでしょ。完璧にしないとバレるんだからね。そんな当たり前のこと言わないでよ。君たち、犯行時の映像は見てたい？ああ、見ました見ました。アイちゃんが映ってました。そうだろうそうだろう。あれは、ファンにはできない芸当なんだ。もう一度確認してみるといい。ほら、これを見てくれ。はい。え？この衣装、今日のリハーサルで持ってきて、控え室に置いといた本物のライブ衣装だ。そこじゃあ！おー、びっくりした。うるさ。つまり、アイちゃんのライブ衣装を手に入れられるやつが、犯人ってことだろうな。つまりかなり近しい人間。ライブ衣装を手に入れられる人、ライブ衣装は一つもなくなってないし、リハーサルで控え室に入れる人、マネージャーと二人だけ。ってことは、やっぱりマネージャーが。どうして？ちょっと二人ともとりあえずマネージャーの家に行ってみようか。そうだね。もう早く、今すぐ事件解決しないと。よし、行こう行こう行こう。急げ急げ。俺も行っていい？いや、ダメです。アイちゃん、ダメです。アイちゃん、俺も。はい、はい、はい、帰ってください。もう、知らないんだからね。もう、遊んであげない。よし、二人とも行こうか。どっか行け。バーイドバドー。ここがマネージャーの家？すっごい豪邸だな。いや、さすが大人気アイドルのマネージャーだね。大きいわ、家が。いるかな、マネージャー。でも、アイちゃん、本当にいいの？話に行って。襲ってくるかもしれないし、武器とか装備した方が。うん、いいの。きっと何か理由があるはずだから。大丈夫かな、まあいいや。じゃあ、ケナタ、俺たちは隠れて待っておこう。そうだね、本当にだよ。気をつけてね。大丈夫大丈夫。本当に大丈夫かな。よし、隠れよう。ピンポーン。はい、誰ですかって、アイ？急に控え室からいなくなってどうしたんだい？マネージャー、私分かっちゃったんです。今回の事件、犯人はマネージャーなんですね。いや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 、僕がそんなことするわけないじゃないか。マネージャー、本当のことを言ってください。
あの時間にライブ衣装を使えるのはマネージャーと子供たちだけなんです。リハーサル中に抜け出して私に変装して罪をなすりつけようとしたんですよね。なんでそんなことしたんですか？それは君が舞台で輝いてる君が羨ましかったんだ。そんな。君も知ってるだろ、マネージャーは昔アイドルや俳優を目指してた人が多いって。はい、マネージャーさんも昔。そうだけど、うまくいかなくてマネージャーに転身した。君が有名になればなるほどあの頃を思い出して苦しくなって本当にすまないと思ってるよ。いえ。もうわかった、警察を呼んでくれ。今までお世話になったな。私マネージャーさんには感謝してるんです。何もなかった私をスカウトしてくれたマネージャーさんには本当にありがとうございました。どうやら一件落着したみたいだね。いやー、アイドルの世界もいろいろあるんだね。二人ともいろいろありがとね。お母さん大丈夫だった？うん、明日のライブはマネージャーは来れなくなっちゃったけど、一人でも頑張るぞ。二人とも応援しててね。よし、じゃあケナトロペンライトたくさん持っていこう。アイちゃん、アイちゃん、はい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 、はい、ということでね、見事指名手配されてる、お母さんじゃなくてアイちゃんをね、僕たちだけで助けることに成功しました。イエーイ。てなわけで皆さん、今回ね、星野愛役で演じてくれましたマチコリータさんのね、チャンネルを概要欄に貼ってるので、皆さんぜひ皆さんぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またアイちゃんと動画見たい人はね、ぜひコメント欄にもお願いします。それでは今日も一日お疲れ様でした。おつそゆ、お疲れ様。今日は推しのライブ行ってこうよ。行ってこうよと。